ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。しまった。せっかく冷蔵庫をあれこれ選んでいざ支払いって時に、財布を忘れてきたことに気づいたぜ。仕方ないわね。私が立て替えてあげるわよ。え、それはさすがに悪いぜ。お礼？いいからいいから。だからいいからいいから、本当に。一生食事の面倒見てくれるくらいでいいから。じゃあ霊夢へのお礼に、知ったら後悔する雑学を教えてやるぜ。それお礼なの？知ったら後悔する雑学10選。一つ目は二度絶滅した生き物がいるだ。ちょっと何言ってるのかわからないわ。私の知る限り、二度死ぬことができるのは007だけよ。これは、ピレニアアイベックスというヤギの一種の話だ。最後の個体が2000年に死んでしまい、ここで絶滅したんだが、2003年にクローンが作られたんだ。生命をもてあそぶ傲慢な人間どもめ。お前は何なんだ。で、ここでピレニアアイベックスは、復活するかに思われたんだが、クローンは誕生した数分後に死んでしまったため、ここで再びの絶滅、ということになったわけだ。残念極まりないわね。クローン技術には賛否あると思うけど、遺伝子の多様性を確保する意味では、絶滅動物を復活させる技術は研究されていいと思うぜ。では知ったら後悔する雑学10選の2つ目だぜ。パッションフルーツの由来はキリストの受難。え、パッションって情熱って意味じゃないの？そう、パッション言葉は情熱の他にキリストの受難、すなわち、イエスが貼り付けにされた出来事、という意味もある。この果物が聖書に出てくるとか、そういうこと？いや、そういうわけではなく、パッションフルーツのめしべの形が、十字架を背負うイエスに見えるからだ。あと、果敢もイエスが被せられた茨の冠に見えたので、この名前がついたんだ。そもそも、パッションという英単語は、苦しむ、耐える、許すなどが本来の意味で、これがキリストの受難の意味になっていったようだ。情熱という意味が加わったのは比較的新しく、15世紀のことらしいぜ。なんてこと。今まで、情熱の果物だと信じて食べていた。あの情熱を返してちょうだい。何か損したのかそれ。知ったら後悔する雑学10点。3つ目はこれだ。牛乳には依存性がある。ちょっと、牛乳って言ったら健康的な飲み物の代名詞じゃない。めったなこと言わないでちょうだい。確かに、日本では学校給食に昔から採用されるなど、健康的なイメージがあるため、依存性があるというのは意外だよな。これは牛乳にあるカゼインという成分が、分解された時、生じるカソモルフィンという成分によるものだ。モルフィンってひょっとして、そう、モルヒネなどと同じく依存性がある。脳の中にあるアヘン剤受容体という場所に付着して、依存性をもたらすんだ。ひ、P 娘を P 漬けに、人聞き悪いし色々危ないからやめろ。念のため言っておくと、依存性があると言っても有害なものではないから。今まで通り安心して牛乳を飲んでいいぜ。飲みすぎには注意してね。では知ったら後悔する雑学10選の、4つ目いくぜ。工房は筆の誤りを無理やりごまかした。言っていることが一つもわからないわ。これはもちろん、工房も筆の誤りということわざで知られる。工房大師、あるいは空海の話だ。空海は平安時代初期に行った僧侶で、中国に渡り、密教の奥義を伝授され、日本で真言宗を開いたことで有名だな。彼は字が上手かったことでも知られているが、ある時平安京の中にある門、応天門の変額を書くことになった。まあ看板とか表札みたいなものだ。いらっしゃいませ、応天門へようこそ。門そのものに呼び込みをするとか、新しすぎだぜ。つまり、旧字で応天門という字を書いたというわけだが、書き終えて看板が門の上のところに引き上げられた時、王の字に点が一つ足りないことに気づいた。当然、変額を一旦下ろして書き直すべきところ。なんと空海はそれをせず、筆を変額に投げつけて点を足した。ここから、工房も筆の誤りということわざができたとされている。無理やりすぎるでしょ。ピッチングに自信があったのか何なのか知らないけど、あんたに求められているのは上手な字であって、ショッピングモールのステージで書道家がやるような、ライブパフォーマンスじゃないのよ。それでは知ったら後悔する雑学10点、5つ目、勘違い騎士道事件。もうネーミングからして後悔しそうな予感がするわね。これは、1981年、イギリス人男性が日本で起こした事件なんだが、裁判では無罪判決が下された。どんな事件だったの？被告人のイギリス人男性は、路上で日本人の男女が揉み合っているのを見つけた。被告人はそれを、男性が女性に暴行を働いていると思ったんだが、実際のところ、女性が酔って男性がそれをなだめていただけだったんだ。ああ、日本に来て日が浅いとその辺の違いがわかんないかもね。で、被告人が女性を助けようと割って入ると、被害者の男性が身を守るために、ファイティングポーズを取った。ふむ。すると、被告人は殴られると誤解して、自己防衛のために回し蹴りをした。回し蹴り？で、
で、被害者の男性は後に亡くなってしまった。裁判では傷害致死罪が成立するかが争点になった。さすがに勘違いとはいえ、被害者の命を奪ったら無罪は厳しいでしょ。ところが無罪になった。どうして?判決では、傷害致死罪は成立するものの、護送過剰防衛も認められるため、刑の減刑が適当とされた。護送過剰防衛って?つまり、合理的な勘違いに基づき、他に手段がないと思い込んで過剰防衛をしてしまった、ということだ。この例で言うと、自分が暴行を受けると思い込んだので、やりすぎな手段で防御したということだ。何にせよ、罪もないのに亡くなってしまった被害者がいるのは事実よ。浮かばれないわね。では次の雑学行くぜ。知ったら後悔する雑学10選6つ目。南京錠は銃で壊せない。ジョジョの新しいシリーズかしら?ダイヤモンドじゃないからな。よく海外映画とか海外ドラマで、南京錠を銃で撃って壊すシーンがあるよな。たまに出てくるわよね。あれ、現実でやろうとしても無理なんだぜ。なぬ?そもそも南京錠は金属製だし、最低数ミリメートルの厚みがある。さらには大体、丸みを帯びた形状だ。こういうものに銃弾を貫通させるのは、かなり難しいんだ。いや、でも安物の南京錠をプロが撃てばワンチャン。そんなワンチャン狙いで撃っちゃダメだ。何しろ、冗談で撃った側が大怪我したり、下手すりゃ死ぬ可能性もあるからな。最後の手段としては、私が安全な場所に退避した上でマリサに撃ってもらう、というのかあるわね。鼻の穴に南京錠かけるぞ。では次だぜ。知ったら後悔する雑学10点7つ目。子供に旅客機を操縦させて墜落事故。これシャレにならないやつなんじゃ。実際、シャレにならない。これは1994年、ロシアのアエロフロートという航空会社の、旅客機で起こった話だ。この機体かモスクワから香港に向かう途中、交代機長が自分の子二人をコックピットに招き入れた。そして規則を破って、オートパイロット状態の機体の操縦席に、子供の一人を座らせたんだ。不幸なことにこの時、オートパイロットが解除されてしまったんだが、これに気づくのが遅れたため、機体のコントロールが失われても、適切な対応を取ることができず、結局、墜落してしまったぜ。やりきれないこと限りないわね。では次行くぜ。知ったら後悔する雑学10点。8つ目はまたも航空ネタだ。日本の空港では外国人を、エイリアンと呼んでいた。ひどい。この国はこの時代になってもまだ、外国人差別をしているのね。鎖国時代の生き残りなのかしら。そういうことではなくてだな。まずこれは日本の国際空港での話だ。入国審査場に来るのはほぼ外国人だから、そこにフォーリナー、外国人、という案内が書かれている。だが、この案内は1990年までフォーリナーではなく、エイリアンだった。20世紀にはまだ日本人は、人類に文明を授けた宇宙人と、密かに交流していたのね。マジカルバナナとかも宇宙人の陰謀かしら。違うだろ。このエイリアンは異星人ではなく、外国人という意味だ。この単語にもともとそういう意味があるんだ。なんだ。だから別にエイリアンと書いてあっても、おかしくはないわけだが、1990年代にこれがフォーリナーに変わった。なぜかというと、映画エイリアンの影響だ。どういうこと?1979年の映画エイリアンの、インパクトが強すぎたせいで、日本を訪れる外国人たちが、エイリアンという言い方に、嫌悪感を覚えるようになってしまい、現在のフォーリナーという表記に、変更されたんだぜ。影響されてんじゃないわよ。それ言い出したら、こっちは7月4日はアメリカの、インデペンデンスデイですって聞くたびに、宇宙人に襲われないか心配になってんのよ。では次の雑学行くぜ。知ったら後悔する雑学10点9つ目。浮気しやすいかどうかは遺伝的に決まっている。ある人が浮気しやすいかどうか、というのは、遺伝子のうちでも対立遺伝子、と呼ばれるものにより決まっている。この遺伝子が長いほど浮気をしやすいんだ。しかも、そういう人ほどギャンブル依存に陥りがちだとも言われる。それって、浮気した後いくら心から反省しても、遺伝子のせいでまた繰り返す可能性もあるってことよね?可能性はあるな。これから、出会う男性すべてに血液検査を実施することにするわ。注射器持ち歩かなきゃ。警察官と検察官と刑務官からモテモテだな。では最後の雑学行くぜ。知ったら後悔する雑学10選10個目。七面鳥の名前。どういうこと?普通に言え。七面鳥って英語でなんて言う?小学生でも知ってるわ。セブンフェイスズバードよ。その通り、ターキーだよな。これはトルコの鳥という意味だ。ペルーでも同じように、七面鳥のことを、現地語でトルコの鳥と言うんだが、当のトルコでは、七面鳥のことをインドの鳥と呼ぶ。ん?で、インドでは七面鳥をペルーの鳥と言い、ペルーではさっき言ったようにトルコの鳥と呼ぶんだ。恐ろしいほどのたらい回しぶりね。なぜこうなるかというと、
まず七面鳥そのものはアメリカ大陸原産だ。ただ、英語でトルコの鳥となったのは、当時、オスマントルコを経由して輸入されていた、ホロホロ鳥と混同されたからだ。で、ヨーロッパの多くの言語で、このトルコの鳥という言い方が定着し、それがペルーの方言であるケチュア語に輸入されて、ペルーでもトルコの鳥と呼ばれる。で、トルコでインドの鳥と呼ばれる理由は、コロンブスがアメリカの西インド諸島に到達した際、そのあたりをインドだと思い込んでいたため、アメリカ由来の鳥もインド由来の鳥だと思われていた、というわけだ。またインドでペルーの鳥と呼ばれる理由は、まずそもそもポルトガル語でアメリカの植民地を、ペルーと呼んでおり、七面鳥のこともアメリカから来た鳥という意味で、ペルーと呼んでいた。その言い方がインドのヒンディー語に輸入された、ということだ。植民地政策が生み出した悲しい歴史の1ページ。七面鳥たちの犠牲を忘れちゃいけないわね。それほど悲しくないだろ。私も中学では、班決めとかの時に、どこの班に入ろうとしても難色を示され、よくたらい回しにされたものだわ。それは、悲しいな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。